栗やキノコが入った炊き込みおこわなど、季節の恵みを詰め込んだ弁当、べっぴんもみじです。地元食材を多くの人に食べてもらおうと、鏡野町の飲食店などで作る山弁友の会が調理販売しています。この日は弁当の完成披露として地元の人に先行販売され、訪れた人たちが次々と買い求め、季節の味を楽しんでいました。美味しかったですよ。いろんな食材が入ってて、地元の結構なんか初めて食べるようなものもいっぱいあったんで。あ、そうですか。はい、秋の山弁べっぴんもみじは来月3日から26日までの土日祝日限定で、鏡野町の3つの観光施設で販売されます。